こんにちは、ミスター山さん、速稼塾の久保です。やっぱ今回ね、ミスターのきチャンネル、ふざけた動画が流れてきましたね。でも質問は至って真剣なんですよ。やっぱり私も同じように思いましたからね。筋トレって稼げるようになるのかなって、結構稼げるようになるんですよ。というのが精神力が鍛えられるんで、特に継続っていうのができていきますよね。で、2つ目なんですけども、これ私も気になるんですけども、筋トレって基本的にモテるようになるはずなんですよね。それはですね、やっぱり先ほど申し上げた精神力がつくことと、やっぱりね、美しい体になるっていう風な意識っていうのは、やっぱり美しい体を作っている人に気づけるってことなんですよね。特に私ら男性から見ると、女性はすごくね、美しさにものすごく投資してるんですよ。10代の頃から投資してますからね。で、私たちもやっぱこう筋肉という美意識に投資してるとも言えなくもないんですよね。まあ、そうなってくると、新しい美しい筋肉を作ろうと思ったら、どのぐらい寝るのか、どんな仕事をするのか、どんなものを食べるのか、どういう呼吸法にするのか、どんなものを部屋に配置するのか、全てですね、生活全てが筋肉につながっていると思うんですよね。ですからね、筋トレの時だけ一生懸命やって、私生活はいい加減、これで筋肉がつくと思えないんですよ。で、美しい女性っていうのも24時間いろんなところにね、美への投資、美しさとか若さへの投資が散りばめられてるんですよね。まあ、そういうことを考えたら、やっぱりその改めてね、女性とか美しさに対する敬意ってものを私は感じますね。だから、そういった考え方がきっとモテるようになるってことなんではないかなと思いますけども、まあ、私もね、生涯にモテたことってのはなくてですね、まあ、今の奥さんにだけモテてるって感じかなというところでございます。はい、これからもね、ミスター M さんの魅力で、このガチンコマッチクラブのメンバーからモテまくってください。それでは本日もありがとうございました。